こんにちは、宝塚ラボ子です。今日は親である私に検査結果を受け入れる自信がありませんというご相談です。先日の3歳児検診で発達検査を受けてみてはいかがですかと言われました。もちろんうちの子は他のお子さんと比較してゆっくりペースなのもできないことが多いことも認めます。でももし検査を受けて障害があると言われてしまったら、今の私自身では精神的に立ち直れないだろうと思います。自分の子供に障害があるというのが嫌なのです。でもこのまま何もしないのは子供にとって良くないことも分かっています。検査はやはり受けるべきなのでしょうかというお悩みです。発達検査には2つの役割があります。1つ目は診断や判定、2つ目は支援というものです。3歳児検診では主にこの1番の診断や判定を視野に入れて検査を受けることをお勧めされたのかもしれませんね。評価と診断はとてもつながっていて、基本的には評価をすればお医者さんは診断につなげようとされるでしょう。でも保護者様が診断を絶対に今は希望されないとするならば、育児相談として相談に乗ってもらうというのはいかがでしょうか。告知による保護者のお気持ちの揺らぎをよく理解されているお医者様ならば、必ず育児相談として応じてくださると思います。で、大事なことは診断面を出すことではなくて、その子どもの状態について客観的に知って、それに合った対応をしていくということなのです。ゴールはその子らしい成長を見守ることです。で、もし将来的に子どもの告知を受け入れる心の余裕が生まれたとすれば、一歩踏み出す時には、今の日本はスペシャルニーズを持つ子どもへのサービスや社会的支援はたくさんあります。例えば児童発達支援とか放課後等デイサービスみたいなものはたくさんあります。これは私が仕事を始めた頃には全くなかったもので、今はとても恵まれています。ただ優れた教育をするところと、そうでないところの玉石混交ではありますけれども、お一人で抱えるのではなくて、社会全体、支援者、サービスを上手に使ってみんなで子どもを育てていけたらなと思います。ということで、育児相談として相談に乗ってもらってください。さようなら。